パトリック・ヘッドは、イングランド出身の自動車技術者、モータースポーツ企業、ウィリアムズ・グランプリ・エンジニアリングの共同創設者、創業から、同社のテクニカルディレクターを務め、ウィリアムズ・ウェフ1チームの全盛時代を支えた。2011年に、チームの重職から優待後、FIA 安全委員会に所属している。パトリック・ヘッドは、父親が1950年代に、 ジャガーのスポーツカーでレースに参加していたこともあり、生まれてすぐモータースポーツに囲まれて育ったと言える。そしてウェリントンカレッジで学んだ後にイギリス海軍に入隊したが、すぐに軍隊が自らの転職とは言えないことを悟り、除隊して大学へと進学した。最初はバーミンガム大学、続いてロンドン大学系列のユニバーシティカレッジロンドンで学び、 1970年に機械工学科を卒業した。直後に英国ハンチンドにあるローラ社に入社した。ここで彼は後にベネトンやスクルデリア・フェラーリの設計に携わって公的主となるジョン・バーナードとの友情を育んだ。ヘッドは自動車製造業や技術企業を設立しようとする数多くの新プロジェクトに関わり、その間にフランク・ウィリアムズと出会った。 しかし、この分野でうまく成功をつかめなかったことに幻滅したヘッドは、モータースポーツを諦めて、ボート製造へと転職した。1976年、当時34歳だったフランク・ウィリアムズは、自分自身のチームを立ち上げる気が熟したと考え、ヘッドを再び F1 の世界へ引き戻すべく勧誘した。この時テクニカルディレクターの採用試験の面接で、1日12時間、 週7日間でも働く意欲があるかというウィリアムズの質問に対してヘッドがありません。でもそんなに頑張らなければいけないのはやり方が悪いからですよと答えた逸話がある。一旦はうまくいかなかったものの1977年2月8日にウィリアムズ70%ヘッド30%の出資によってウィリアムズグランプリエンジニアリング社が設立された。同年には チームは市販のマッチシャシーを用いて出走したが、1978年は、サウジ航空の講演を受け、オーストラリア人ドライバーのアラン・ジョーンズと契約し、独立したチームとして参戦する道筋をつけた。だが、予算は乏しく、ウィリアムズはしばしば電話ボックスから経営を取り仕切る、はめになったが、それでもヘッドは、ウィリアムズグランプリエンジニアリングとしては、 初のマシン FW06 を設計し出走させた。1978年シーズンにはウィリアムズは選手権で11ポイントを稼いでコンストラクターズランキング9位に食い込み、第15戦にはジョーンズがチームを初めて表彰台へと導き、ここから上昇気流に乗り始めた。1979年第5戦から準備を重ね設計していた FW07 を投入。 同年の第9戦イギリスグランプリでは、クレイ・レガッツオーニのドライブによって、その後100を超えることになる優勝の最初の1勝を挙げた。その後、チームはさらに4勝を勝ち取り、ヘッドはグランプリにおけるデザイナーとしての名声を得た。1980年は、FW07 の改良型の FW07B で戦う決断をしたが、熟成の進んだマシンを武器にして、 アラン・ジョーンズとチームはドライバーズ、コンストラクターズの両タイトルを獲得し、ウィリアムズをトップチームの座に押し上げた。1980年代にはさらにいくつかの栄光を手に入れ、やがてヘッドは自分自身でデザインを行うことから手を引いて、設計、製造からレースやテストなどすべての分野をまとめて監督するテクニカル、ディレクターという役割を生み出すことになった。 1980年代を通じて彼は多くの革新的コンセプトを生み出したことでも知られる。例えば1982年には6輪車をテストし、また1993年には従来型のギアボックスを置き換えエンジンの最適回転数を維持し続けることのできる無断、変速トランスミッションを考案した。しかし、これらの機構はいずれも技術規定の変更のため、 実践には導入されなかった。1986年、フランク・ウィリアムズが交通事故で重傷を負ったため、ヘッドと他の経営陣はチームの運営を任されることになった。こうした動揺があったものの、ヘッドの一時的な指揮の下チームは1986年のコンストラクターズと1987年のダブルタイトルを獲得した。ニール・オートレイ、ロス・ブラウン、 フランク・ダーニー、エグバル・ハミリ、ジェフ・ウィリス、エンリケス・カラブローニといった多くのトップエンジニアたちは、キャリアの初期において、ヘッドの監督下で働き、他のチームで上級職に就いた。特にロス・ブラウンはフェラーリにおいて、ヘッドと同等の地位に就くという成功を遂げた。ヘッドとエンジニアたちとの連携で最も実り多い、時期は直前にレイトンハウスを解雇された。 エイドリアンニューウェイを引き抜いた1990年に始まると言える。二人はすぐに1990年代における類いまれなデザイン面での連携を実現し、かつてないレベルで F1 を接見するマシンを作り上げた。1991年から1997年までの7年間で、ウィリアムズはドライバーズタイトルを4回、コンストラクターズタイトルを5回獲得し、 59勝を挙げた。1997年にニューウェイが去ってから、ウィリアムズは迷走し、2000年に BMW エンジンを手にして、2003年にはタイトル争いにおいて接戦に持ち込んだが、それを最後に力を使い果たしたように成績は下降線をたどることとなった。そして2004年、ヘッドがテクニカルディレクターを辞職し、 33歳のサム・マイケルが公認となることが発表された。ヘッドのエンジニアリングディレクターへの移動は事実上の広角であり、また彼がもはやかつての栄光をチームにもたらすだけの力を持たないことをフランク・ウィリアムズがついに認めたという意味であると広く受け止められた。ただ、この時ヘッドは58歳であり、日本的に言えば完璧に近かったため、 公格というよりは年齢によるセミレタイヤという意味合いが強かった。実際、チームが危機に陥った2006年には本格的に復帰している。2006年頃の潮流であった自動車メーカーの多くが F1 チームの株式を取得する流れの中でヘッドが自分の所有分を BMW に売却したのではないかという観測が存在したがこれは誤りである。 この背景は2004年頃から BMW はウィリアムズを買収してワークス参戦するべくチームとの交渉が行われておりその過程で生まれた噂話であるただそれに反対派の一人であったヘッドがその最中に辞職したことがある種の信憑性を与えた形となったただし2011年にウィリアムズがフランクフルト証券取引所に上場した際 ヘッドも自らの所有する株式の一部を市場に放出しており、2015年現在の持ち株比率は10%まで低下している。2011年末をもってチームの取締役並びにエンジニアリングディレクターの職から退いたことが発表された。今後は関連会社のウィリアムズハイブリッドパワーリミテッド社の役員に就任し、F1 現場からは完全に離れた。 2015年、AO 室より、ナイトバチェラーの称号を除任。優退後は、FIA 安全委員会に所属し委員長を務めていたが、2019年3月の開幕直後から、深刻な低迷に陥っている、ウィリアムズ F1 の人員再編成に関する、コンサルタント業務にも従事することになり、8年ぶりに F1 へ復帰した。ヘッドは、声が大きいことで有名である。 2011年にチームに所属しているドライバーによるとエンジニアと無線で会話している時にヘッドの声が邪魔でエンジニアの声が聞こえなくなることやヘッドの声は暴れ馬がいなないているようなものであると言われる。1987年から1992年にかけてウィリアムズに在籍したリカルド・パトレーゼはお互い熱くなると大変だった。声の大きさでは ヘッドと勝負にならなかったと評している。ありがとうございます。